野菜が大好き大好きキキ、トウモロコシは野菜ちゃいますの。わからないことはグーグル先生。ということで、食べる日記ならぬ飲む日記。食べる日記。カゴメの野菜生活スムージー。あ、ふっというのを忘れてしまいましたのでシェイクしたいと思います。あんまり長い動画を撮るとまたデータが消えちゃうと思いますので、短めに1分以内でね行きたいと思うんですが、あ、シェイクシェイク、なんとなくこう蓋が閉まらないのでシェイクを飛ばしていきたいと思います。ん？落ちてこない落ちてこない、落ちてこないです。シェイクしてないからかな。落ちてこない。うん、なんかね、ちょっとね、ブピピブピピっていう音がしますね。怪しいな。うん。うん、でもね、すっごいとろっとろ、とろみがすごい。うん。ビールを飲んだ時の泡みたいになってます。とろみがすごい。美味しい。加工麺野菜生活 100%?加工麺野菜生活 100% スムージー、加工麺野菜生活 100% スムージー、トウモロコシのソイポタージュ。うん、それ頑張ってね、ゆっくり飲んだらすっごい美味しいです。ということで本日はライブの帰り、3月21日の深夜にお送りしております。引き続きメロンを食べる歌の食べる日記をお楽しみくださいませませ。それではこの素敵なこちらの髪の毛はベストシーン有楽町東京交通会館ベストシーンさんでやっていただきましたっていう感じで、本日もご視聴ありがとうございました。インスタグラム、ツイッターなどをフォローしていただけると大変嬉しいございます。それでは皆様、健康生活、お楽しみなすってくださいまし。See you next time. Bye, じゃ。4月16、17、ライブ、来てね。どんどん飲んじゃうよ。どんどん飲んじゃうよ。カゴメ生活飲んじゃって。トウモロコシのソイポタージュ。無添加。無添加。グイッとなんでこうね。グイッとなんでこうね。トウモロコシをグイグイグイ。おいしいな。このしっかり食物繊維。イソフラボンって書いてますね。イソフラボン、イソフラボン、クラムボン、イソフラボン、山梨、イソフラボン、イソフラボン、クラムボン、山梨、イソフラボンはどこ？ああ、消えたメロンの動画、もう一回復活しないかな、パソコンくん。また別便撮ります。